はい、じゃあこちらの文献を紹介します。長岡技術科学大学自然言語処理研究室の稲岡です。まずこの文献の概要について説明します。この文献が問題、従来の方法で問題視しているところというのが、その既存のシーケンス、シーケンスモデルが生成する文というのが、その流暢性が高い、文法的に正しくて流暢性が高いんですが、ただ意味がこう求めるものが出力されてこないということがよくあるというのをこう問題視していて、でこの論文ではその既存のシーケンス、シーケンスの特にデコーダーの部分に注目して、その単語を生成する際の手法っていう、ここでワードエンビディングアテンションネットワークっていうふうに書いてあるんですけども、この手法を提案しています。で、この手法の有効性っていうものを、テキスト平易化とのタスクと、あと短文要約タスクでこう確認して、ステートオブジェクトを達成したっていうような論文です。ちょっと今回の文献紹介は、主にこのテキスト平易化の部分に着目して紹介していきます。次に、イントロダクションで、従来のシーケンス、シーケンスモデルっていうのは、そのデコーダーの出力層の部分に着目すると、その RNN の隠れ層のこうからそのどの単語かっていうのを識別するようなモデルになっていて、それはその単語とかのその意味的な情報っていうのをモデリングしていないっていうような問題があって、それで実際にそう学習した際、そのシーケンス、シーケンスの学習においても、その単語の意味をに注目しているわけではなくて、その単語そのものだったりとかパターンっていうのをこう暗記しているのではないかっていうような指摘があります。で、その出力層について具体的にな話をすると、その例えば RNN のこう隠れ層のこう次元が500だとして、その出力の合意サイズが5万だとすると、その隠れ層のその RNA の出力からこう5位、5万の、5万だと仮定して、その5万から適切な単語を選ぶためのこう、パラメータ数っていうのはこう単純計算でこう2500万になって、非常に多いっていうか、そうですね、モデルの中でこのデコードの出力層の分にが占める割合っていうのが多いっていうものがあります。でそこでこの論文の提案されているモデルっていうのが、このワードエンビディングアテンションネットワーク、こう WEAN、WEAN ってここだと読みますっていうものを提案していて、その RNA の出力っていうものからこう、さっきの5万の単語をこう1個選ぶっていうようなものではなくて、その RNA の出力をこう、検索でいう、クエリとして扱って、そのクエリに最も一致するような単語っていうのをこう検索によって見つけてきて、単語を出力するっていうようなものになっています。で、ここでその単語の、分その時にその単、クエリから単語を探す時に、この単語の分散表現っていうものをこう検索のキーとして利用するんですけれども、もちろんそれも学習に含まれるので、その単語の分散表現っていうのが、従来の章だとこうエンコーダーの入力の部分と、あとデコーダーの入力に単語分散表現が使われるんで、そこで学習されるんですけど、それに加えてこの手法だと、この RNA の出力で単語を検索す、分散表現で単語を検索する際にもこう用いられるので、この3箇所で単語の分散表現が更新されることになります。ちょっと次に、具体的な方法について説明します。この下部分に関してはこう一般的な、アテンション次の、エンコーダーデコーダーモデルと同じなので、説明を省略して、上の部分がこうデコーダーで、特にこの図だと、デコーダーのタイムステップ T におけるこう単語の出力の方法についてこう図示しているものになります。で、先ほども説明したんですけど、デコーダーの RNN はこう出力としてこう単語を直接出すのではなくて、こう単語を選ぶためのこう検索におけるクエリっていうものをこう出力します。実際こう非線言語文ってわけじゃなくて、あくまでこう単純なベクトルなんですけども、これをクエリとして出力して、でその候補単語ですね、ボキャブラリーと言われる部分なんですけども、その全ての候補単語とこうクエリを評価して、最もクエリに一致している単語っていうものをこう返すふうになっています。で
RN の次の出力にはその選ばれた単語のエンビニングを入力する、まあ、これはまあ従来の方法と同じですね。この単語のエンビニングが次の RN の入力になるっていうようなモデルです。でそのまあそうですね、でこのデコーダーの T ステップ、まあ、今回こう T ステップに着目してるんですけども、まあ、そこに関して説明するとこのエンコーダーのこう出力 の, この CT っていうのが、まあ、いわゆるアテンションベクトルっていう呼ばれてるんですけども、そのアテンションベクトルがそのエンコーダーの RN の出力とそうですね、このあ先生すみません、エンコーダーですね、エンコーダーのこう RN の各出力を、まあ、大みつきで、まあ、平均したものがこのアテンションベクトル CT で、その重みつき平均、まあ、当然重みが必要なんですけども、その重みっていうのがこの各エンコーダーの出力と、まあ、デコーダーの出力をこう、まあ、コスト関数でからで求められるのが、まあ、重みですね。まあ、この式で言うと、まあ、このアテンションベクトル CT っていうのがこの このアルファの重みによって重みを使って、まあ、重み付き平均をするっていうような式ですね。で、まあ、これはまあ一般的なアテンションのモデルと、まあ、同じものですね。で、先ほどそのクエリとその単語、まあ、候補単語で、まあ、各候補単語でこう評価をして一番こうクエリに近い単語を出すって言ったんですけど、その具体的にどうやってそのクエリとその各単語がこうどれほど一致しているかっていう、まあ、スコアですねを計算するか、どうやって計算するかっていうのが、まあ、この方法で、ここに書いてある方法で、ここでもこう、まあ、アテンション、まあ、ルオンラのアテンションの方法と、まあ、似たような方法で、まあ、文字が違うんですけど、まあ、でも式自体は同じで、まあ、この3つぐらいから考えられますね。クエリと単純にワードエンビディングの積、ドット積を、まあ、スコア関数にするっていうのと、まあ、この2番目のように、まあ、直接の積じゃなくて、まあ、1個こう、まあ、学習のパラメータをこう間に入れてこう積を取るっていうのと、あとはこう、クエリの、まあ、線形変換して、その単語ベクトルも線形変換して、まあ、ハイポリックタンジェントで、まあ、出すっていう、まあ、コンキャットっていうふうに書いてあるんですけども、まあ、この方法があって、まあ、どれでもこうスコアを計算することができるんですけども。ここだとそのバリデーションセットの中で、まあ、一番結果の良かったこのジェネラルって書いてあるこの真ん中の方法ですねっていうのを採用しています。まあ、つまりその、RN の出力がまあクエリで、まあ、こう QT なんですけども、その QT とその単語ベクトル、まあ、候補単語の、まあ、各単語のまあベクトルですねをこうトゥイナブルキャラクターである、トゥイナブルパラメータであるこの WA っていうのをまあ間に挟んで積を取って、まあ、その結果がそのクエリとその単語のがまあどれだけ一致するかっていうスコアっていうような計算ですね。これをこう、まあ、全単語に対して計算して、まあ、一番そのスコアが高くなるような単語を選ぶっていうことですね。まあ、これをすることによってその単純にその、まあ、従来の手法みたいに RN の出力から直接単語、まあ、5万だったら5万単語の識別問題にするんじゃなくて、こういう方法にすることによって、まあ、次元を減らすことができるっていうのがこの論文で提案している手法の、まあまあ、メリットの部分ですねなっています。で、まあ、実際その学習させる際の、まあ、方法なんですけども、その先ほど説明上こう検索っていう言葉を使ったんですけど、まあ、検索といっても実際はこうクエリを出力してその単語ベクトルとの、まあ、積ですね、まあ、トゥイナブルキャラクター W があるんですけども、積を使ってこう一番高いのを出してくるっていう方法で、これ自体はこうこの中でこう微分不可能な操作っていうのが含まれてないので、こう一般的なシーケンスと同じ方法で学習することができます。まあ、その質関数もこう、まあ、一般的な方法と一般的なものをこうそのまま使うことができます。で、まあ、あと、まあ、学習などもアダム使ってるんですけど、まあ、こう詳細なパラメータは下にこう書いてあります。
で実際この手法を用いて、まあ、テキストシンプリフィケーションのタスクにで、まあ、どれほどこうあの、まあ、有効かっていうものを示しています。データセットはこう2つ用意していて、まあ、どちらもまあシンプルイングリッシュウィキペディアなんですけど、まあこうまあ、ちょっと集め方が違う、下はこう文の類似度からこう取ってくるっていう、まあ、ちょっと下の方がより、まあ、データ数も多いですね。あ、これちょっとあの一番左がこう訓練セットで、その右がバリデーションセットで、一番右がテストセットっていう、こう書き方してるんですけど、まあ、下の方がデータが多くて、でかつ下の方はのこのテストセットっていうのはこの Amazon メカニカルパークでこう人手でこう8つリファレンスを集めてきているっていうのがちょっと違うところですね。まあ、この2つで評価を行いました。で、評価手法は、まあ、あの機械翻訳とか平価でよく用いているブリューと、あとは、まあ、これもシンプリケーションでよく用いているこの 流暢性と妥当性と平易さっていうのを、まあ、5段階で評価するっていうのを行っています。でここでの平易さっていうのはその出力と入力を比べて、まあ、どれだけ平易かっていうのをこう示すものをここで平易さというふうに呼んでいます。で結果ですね、こう過去の研究とこう過去のあらゆるこう変異化の研究とこう比較しているんでちょっと数が多いんですけども、こう、まあ、PBMT は、まあまあ、こう従来のこうフレーズベースの統計機械翻訳の方法で、まあ、ハイブリッドっていうのはこう、まあ、詳細はこう元の論文を読んでほしいんですけども、こう談話表示構造っていう、まあ、グラフ構造を用いてその文の分割と、まあ、削除を行ってから、あとは後処理というかその後に、まあ、PBMT をやるっていう方法がハイブリッドで、ENCDCA っていうのが、まあ、アテンション付きのエンコーダーデコーダーモデルで、このドレスっていうのが、流暢性と文の類似度と平易さっていうものを報酬として、まあ、強化学習のモデルを学習させるっていう方法ですね。で、まあ、その下の LS っていうのが、まあ、そこに、まあ、語彙平易化のモデルを追加したものですね。この上5つっていうのと、まあ、今回あとはですね、その一つ下にあるシーケンスっていうのはこのフィッシャーがこう再実装したアテンション付きのエンコーダーデコーダーモデルがこれですね。で一番下が今回提案しているモデルになっています。で、こう左と右があるのはこうデータセットの違いですね。 PWKP っていうのがこうのとこう EWSW っていう、まあ、2つあるんですけども、こっちの方はリファレンスがさっき説明した8つある方で、まあ、なっています。であとはそうですね、こっちも一応説明しておくと、 PBMTR っていうのがこう基本的にはこうフレーズベースの統計機械翻訳なんですけど、ただ非類似性でリランキングしているっていうのが違うのと、あとはそうですね、SBMT サリっていうのがこう、まあ、一般的な構文ベースの統計的機械翻訳に加えてこうサリが高くなるような調整を行っているのがこれですね。であと、まあ、NTS っていうのがこう、まあ、いわゆる OpenMT でこう学習したモデルで、その下の W2V っていうのがこう学習済みプリトレインされたワード2でこうこう入れているモデルですね。まあ、2つのデータセットで評価していて、で、まあ、どちらにおいてもこう今回提案した手法っていうのがこうブルーで比較するとこう大きく高くなっているっていうものになっています。こっちはリファレンスがやつなんで、ちょっとこっちに比べてかなり大きくなっているんですけど、まあ、こちらの方でもこうリファレンスが強いした場合でもこう一番この中で一番高いブルーをこう出しているモデルになっています。で次が人手評価ですね。人手評価はこうフルエンシーと、あ、ですね、流暢性と、まあ、妥当性と、まあ、シンプリシティでこうやって評価しています。まあ、この左右もまたさっきと同じようにこうデータセットの違いで2つやっています。で、まあ、この結果を、まあ、見るとこうドレスは結構こうフルエンシーとかこう高くなっているですね。先ほどのこっちだとこのブレスはなんかブリューより低いんですけども、こう人で評価をした時はこうフルエンシーとか他の値が大きくなっているっていうのが分かります。これは
はい、強化学習でこういうような値を報酬として、まあ、学習しているからですね。で、その強化学習の手法と比べても今回の提案手法っていうのがこう高い結果になっているっていうのが分かります。で、特にこっちの方を見ると、左の方の結果を見るとこう文の妥当性に関して言えばリファレンスよりもこう高いスコアをこう出しているっていうのが分かります。で、こちらのデータセットにおいてはこう妥当性についてはこの SBMT サリっていうのがこう大きくなってるんですけども、こう全体として、まあ、バランスですね、全体として見たときはこの提案手法がまあ一番いい結果を出しているというような結果になっています。で、次がこう、まあ、分析ですね。今回提案した手法が、まあ、こうなぜこうより良い結果になっているのかっていうのを考えると、そう最初の方にも説明したんですけども、その従来の手法っていうのはそのデコーダーで単語を出力する際にこう、まあですね、そのデコーダーの単語を出すところだけでこう2500万のパラメーターが出てきてしまって、まあ、学習が大変っていうのがあるんですけども、まあ、今回の手法だとそのパラメーターっていうのをこう低く抑えることができています。まあ、ここの例は、そうですね、語彙のサイズが5万で、そのRN の、まあ、ベクトルの次元が256の場合のこの数字なんですけれども、こう、まあ、どちらの、 あの左2つが平滑のモデルですね、あ平滑の際の設定で、まあ、どちらを見てもこうパラメータ数が圧倒的にこう小さいというのが分かると思います。で、右のグラフがこう横軸をエポックにとって縦軸がブリューで、まあ、こうグラフを描いてるんですけども、この点線の方がまあ従来のシーケンスでこうですね、15エポックぐらいこう収束に必要としてるんですね。結構学習が大変なんですけども、こう今回の提案手法っていうのはもう 2,3 エポックでこう最適なスコアまで達しているっていうような結果で、まあ、でそしてまあ先ほどの結果にもあるんですけども、こう最終的なスコアっていうのもこう高くなっているようなものになっています。で、次が、まあ、実際こう出力の分を見て、まあ、分析ひたすら分析してます。で、まあ、従来のこう NTS、W2V とか PBMTR っていうのが、まあ、そもそも、まあ、閉化においてこう閉化において、まあ、意味多少減るんですけども、それ以上にこう必要な出力に必須なこう要素っていうのを書いている出力になっていて、あと、SBMT サリっていうのはこう流暢な出力になっているけども、ただ意味が違う、あの意味が異なるっていうような出力になっています。まあ、それに対して今回のこの提案手法っていうのはこうリファレンスとまあ同じ出力ができているっていうような結果です。まあ、こちらにおいても、あのもう一つの例においても、まあ、同じようなことが言えて、ちょっと一個ずつ説明していくと、こう、NTSW2V っていうのはもう、あ、ちょっとこれ、ソースを消しちゃって分かりづらいんですけど、まあ、こうソースに対して、こう、ものすごく短くこう省略してしまって、情報が不足していたりとか、まあ、PBMTR については、こう、なんか突然全然関係ない単語がこう出てくるっていうような、そうが起きています。 SBMT サリーにおいてももう先ほどと同じでこう流暢だけどこう意味がこう変わってしまっていて、まあまあ、元の文と比べてもこう理解が難しくなってしまっているというような結果が出ています。で、最後にコンクリージョンです。このモデルではこのクエリ、RN の出力をまあクエリとして単語分散表現を検索してこう単語を生成するっていうものをこうエンコーダーデコーダーのデコーダーに入れるっていうようなモデルを提案しています。で、閉化セット2つの閉化セットにおいてこうブリュースコアがそれぞれ 6.3 と 5.5 っていうこう大きく向上しているというような結果になっています。で、またこのモデルが今回テストしたデータセットにおいてステートオブジェクトを達成しているというような結論です。以上で発表を終わります。